今日はとあるアイテムを使ってチーズも生クリームも使わない超低脂質なのに濃厚なレアチーズケーキをご紹介します。トッピングはありなし、どちらでも美味しく召し上がっていただけます。今日の主役はこちらのヨーグルト。とっても有名なブルガリアヨーグルトですが、こちらは脂肪ゼロのヨーグルト。うちの近所では普通のヨーグルトと同じお値段なので、脂質をあまり取りたくないと思っているダイエッターにはありがたいヨーグルトですね。ボウルに脂質ゼロのヨーグルトを 200g 入れる。そこへスキムミルク大さじ1杯、タカント大さじ2杯、レモン汁小さじ1杯、塩少々を入れたら、スキムミルクやラカントを溶かすようにヨーグルトが滑らかになるまでよく混ぜる。さて、ここで今日のマル秘アイテム、それはコーヒードリッパー。お家になければ100円均一で手に入りますよ。コーヒーフィルターの底の部分を折って裏返したら、ギザギザがついた側面も折ります。これで準備は OK。マグカップ、コーヒードリッパー、フィルターをセットする。そこへ作っておいたヨーグルトを入れて水切りするだけ。ザルとかボウルとかガーゼとか大きくかさばるものを使わないのでとっても楽ちんです。下にポタポタとホエーが落ち始めました。乾燥防止のラップをかけたら冷蔵庫に入れて6時間から10時間ほど水切りをする。時間を長くすればするほどポッテリとした食感になりますよ。こちらは7、8時間ほど水切りしたものになります。いい感じで水切りできてますね。栄養価の高いホエーもたくさん溜まっています。だいたい 120ml 前後取れるので、捨てずに活用してくださいね。お皿の上にフィルターごとそっと置いたら、折った側面を剥がすと綺麗にレアチーズを取り出せます。よいしょっと。そのままでも十分美味しいですし、ジャムや蜂蜜、ナッツやフルーツなどを添えるのも良いかと思います。夜のうちに作って、寝てる間に水切りしておくだけで、クリーミーで濃厚な低脂質レアチーズの完成。今回使った材料はこちらになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。